フランク。それは本名か。お前は罪もない人を脅すのか。あんたが音を立てたからだ。指示に従わなかっただろ。彼に銃を向けて撃鉄を起こした。ああ、あんたのためだ。ショーの一部さ。どういう意味だ。俺にいちいち説明させる気か、レッド。がっかりさせやがって。よく聞きな。いいか。聞いてるのか。え？今はどうだ。わかるか。俺は悪人じゃない。殺した男たちの妻や子にそういうのが。ふざけんな、そういうことかよ。俺が誰かで構わず殺して回るイカレ野郎だって思ってたんだろ。ああ、まさにその通りさ。それだけ？お前はそう思ってないのか。あいつらは死んで当然だった。それが俺の考えさ。男たちをミートフックにかけて放置した。ああ、そうだな。ちょっと甘かったよ。病院で銃を乱射した。ああ、罪のない奴らは怪我しない。じゃあお前はどうなんだ。いつか誰かがお前に罪があると思ったら。狙いを外さないようにすることだな。おい、この町はお前の射撃練習場じゃないんだぞ。お前はだったらそういうあんたはどうなんだ。ここはあんたの遊び場じゃないんだぞ。悪党を拳で殴って無所に入れてヒーロー気取り。でもそいつらは一月後、一週間後、また町へ戻って同じことを繰り返すんだぞ。だからって安置送りにするのか。その通りさ。疑問は抱かないのか。これっぽっちも。本当に一瞬でも頭をよぎらないのか。しまった、人殺しじゃないかって思ったこともないね。相当悪いことをした人間かもしれない。でも善良な心のかけらがそいつにはある。ほんのわずかでも確かにあるんだ。でもお前のせいでそのわずかな光が永遠に消滅してしまう。あんたは間違ってる。どこが。全部だ。俺が殺す奴らに善良な心なんかない。なんでそれがわかる。わかるんだよ。周りを見てみろ。この街は悪臭を放ってる。ゴミ溜めのような匂いが鼻にこびりついて取れやしない。この世界は難しい選択をする人間を必要としてるんだ。ふざけるな。お前とは違う。お前は間違ってる。俺が俺の考えさ。分かってるはずだ。俺はあんたにできないことをやってる。あんたと違って俺はあいつらを永遠に葬る。永遠にだ。奴らが街に戻ることはない。俺は誇らしいね。教えてくれ。なんだ希望は。ふざけんなよ。どうなんだ。あんたおとぎ話でもしようってのか。俺は現実の世界で見てきた。何をだ。食材だよ。ああ、お前が殺す人間にだってチャンスが与えられるべきなんだ。またレイプして人を殺すチャンスか。違うよフランク。やり直すチャンスだ。やり直せる。それがわからないならお前はどこか壊れてる。本当にイカれてるんだよ。おい、なんだと。お前はまともじゃないフランク。自分を神が作った処刑人だと思ってる。でも間違ってる。誰にだって善良な心があるんだ。お前は俺を殺したくなるぞ。俺はお前を追うのをやめないからな。なぜだと思う。なんでだ。お前が狂ってるからさ。